じゃあ、準備しましたね。はい。はい。うん、はい。建築を担当しております、中村でございます。よろしくお願いいたします。それでは、ここはですね、原子炉建屋の2階になります。で、今からですね、使用済み燃料プールが入っているプールの、そこの部分をご案内したいと思います。で、こちらですね、昨年、5月、6月、7月の3ヶ月かけてですね、プールの床下の補強をしてございます。これか。はい、はい、はい。それでですね、この見上げていただきますと、プールの床自体はですね、もう健全な状況でございます。これ、プールの床なんですか？はい。天井がもうプールの床下と、ああ、はい。見ての通り、ほとんど健全な状況でございます。これ、なんか貼ってあるんですか？鉄の支柱も高さが高いところにクッキングがありまして、それを中華のコンクリートで巻いてしまったという、これクッキングをどういうふうにしてもらったところがコンクリートで大ところに出てしまったという、はい、8段階に分けて打っていきます。で、最後この隙間空いたところは無収縮のグラウトモルタルというので詰め込んだ形になります。ただ実際は支柱で持っている形ですので、あくまでもコンクリート足元を固めたというような形になっています。はい。で、この高さは8メートルございます。で、幅が13メートル、はい、で、奥行きが1メートルから6メートル、これは内側のシェル壁っていう原子炉入っている建物の丸い壁になっていますので、普通通りで1メートル、もっと悪いですね。あ、全部でコンクリート410。あ、そうですか。はい、はい、はい、でもね、1年近くコンクリートで、そうですね、はい、ということで、これやったことでですね、一応安全誘導が2割と言われてるんですね。はい、おいしいですか。ついてます。結構やってますけど、まだ屋根が残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 ってますけど、安心ですか。で、気にしようはそこがあるのに、じゃあのことも、
ックだけを上から下ろしまして、地面に接するところで止めます。で、こちら、この形で、ここと、するところを、上から下ろしてたり、はい。これを、組み立てて、はい。こっちの電気量が何で見たかと、ホームのボールも送りの方向に動かしたら分かって、まあ、あのバラつきがないことを買ったんだ。なるほど。状態だとちゃんと下に行くのかな。